まあ、僕たちしばらくこう戦ってから平和な、ね、日々が地球で続いてたんですけれども、突如ね、うん、あの謎のこう宇宙浮遊物体スフィアっていうのがなんかやってきて、でそのせいで怪獣とかもまた出現、ね、したんですよ。だから、まあ、大混乱ですし、僕がいる星でもねスフィアってやつがやってきたからね、あの本当戦ったんですよ、このあの僕たちでね、僕たちでこうやってたっていう、キンゴ、僕たち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 、ちょっとちょっとちょっとに、ちょっと、あ、これまだやっちゃダメ、ちょっと、え、ちょやめないで、やめないで、ちょっと、僕たちはダメ、なんですか、詳しくその話あ、いや、いや、教えていただけますか、皆さん聞きたいですよね、あ、ダメですか、なんですかその話、ちょっと、ね、僕たち、いや僕たち、僕たちじゃないの、まあ、まあ、じゃあもう、あ、はい、行っちゃおう、いいの、大丈夫、ぜひぜひ、大丈夫ですよね、あ、ちょっと大丈夫ですよね、ね、オッケー、オッケー、出たようです、行っちゃおう、なんだろう、どうぞ、先生、先生、私、静間ゆなと、僕、ひじりあきとは、ケンゴと一緒にウルトラマンデッカーに出演しまーす。すごい、まさかのここだけのサプライズ発表。行けよかった。じゃあぜひぜひちょっとお二人の役どころを早速聞いていきたいんですが、ゆな、はい、さんはどのような。言えないことがほとんどなんですけども、言える範囲でぜひ、ネタバレダメだよ、一つすごいかましましたよねさっき一つ言えるとしたら、まあそうですね、まあ、大人っぽい私が見れるんじゃないかなと思います。ぜひ期待して待っていてほしいです。あの温かく見守ってください、はい、でも大人っぽい私が見れると思うのでぜひよろしくお願いいたします。楽しみですね、大人だね、大人だね、アキト君の役どころは、そうですね、僕もあまりちゃんと深くは喋れないんですけど、かっこよかったよね、範囲でかっこよかったよ、いやめっちゃ、うん、もうイケイケ、あ、イケイケだったよね、イケイケだったよね、イケイケ、本当にイグニスみたいな感じになってたよね、もう本当イケ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 イグニスみたいな感じの、イグニスみたいな感じ、か本当なんか、あ、真似したいって思う感じの、真似したい、いや、これはデッカの楽しみがさらに皆さん増えてきましたよね、よし新旧ガッツセレクトがどんな風に力を合わせて戦うのか、皆さん来週から始まります。どうぞお楽しみに。お楽しみに。楽しみに。お撮りいただいたお写真はハッシュタグウルトラマントリガー、ハッシュタグウルトラマンデッカーをつけて、ご感想と合わせて皆様の SNS でどんどんご投稿ください。